動画をご覧いただきありがとうございます。中島元気です。今回は利益の出るお宝商品が意外と見つかるリサーチ方法をお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。これって Amazon の1ページ目なんですけれども、この1ページ目、2ページ目とかですね、数字の少ない方の商品っていうのは、ランキングが高い人気商品なんですね。その場合、ライバルが群がって、薄利多売になったりとかして、利益が取れない場合も多いんですよ。だから逆にですね、もっと後ろのページをリサーチするんです。で、その時に効率よくリサーチする方法がありまして、まずこれ1ページ目なんで2ページ目に行ってほしいんですよ。で、ここの URL、and ページイコール数字 and キーワードですかね。ここの、ページイコールの後の数字を変えるんですね。ページイコールの後の数字です。今2なんで、ここを好きな数字に変えます。例えば、99とか。そうすると、こういうふうに、99ページに飛ぶことができるんですよ。まあ、ずっともっともっと、後のページに行ってしまうと、まあ、ランキングが低すぎて、全然売れないってことになってしまうんで、気をつけてもらいたいんですけど、程よいページだとですね、意外とお宝商品が見つかるんですね。はい。なので、参考にしてみていただければと思います。今回の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。失礼します。